出雲大神宮、この人になるんですね。くずまずかあ、これか、古墳だ。いきなり古墳が出てきた。ああ、前方後円墳になってますね、これ。戻りましょうかね。なかなか見事な形をした古墳ですね。あ、これまっすぐ行けるじゃん。あんまりあれですね、まとまって群生してないんで、ポツポツですかね。まあ、でも広い範囲にあることはあるね。あんまりカメラマンの人はいない。これかな、これが綺麗だったのね、この道でね。うん、いやー、いいですね。いやー、素晴らしい。最高ですね。しかしこの YB がね、よく似合うよね、こういう道に。
当だ、9号線。もうちょっと田舎道楽しめ。お、詐欺が飛んでいった。そうか、堤防沿いか、これ。海岸を走っていけるのかな。行ってみるか。線が渋滞してたらね、こっち走るのもありですね。おお、いきなりダートになっちゃった。危ない、止まるね。いきなり道が終わり。やっぱダメか。堤防の上はダメっぽいね。これは。その辺で終わりのパターン。カメがいきなり何やってんのお前。びっくりするじゃない。でっか。いきなり何やってんのお前。ひなたぼっこ。ひなたぼっこですか。よいしょ。あ、でっけ、すげえな、これ。あ、力も強いし、すごいね。
ミシシッピアカミミガメですね。はいよ。凶暴そうな。意外にね、ミシシッピ赤耳ガメってね、大きくなると凶暴なんでね、小さい頃ね、食いつかれてね、指がもげるかと思いましたよ。あのよくね、スッポンはね、雷が鳴るまで離さないとか言うじゃないですか。もう本当にね、30分ぐらい噛まれ続けたんじゃないですかね。でこっちがね、人差し指かな、噛まれて引き抜こうとするとガンってまた力入れるんですよね。でも指に食い込んじゃって、食い込んでしまってね、抜けなくて、本当往生しましたね。まあ、そんな記憶が蘇ります。ゼミちゃん走るのも面白い。カメに出会ったりね。血は無理だな、さすがに。あ、もう終わりか。もう終わりだ。もう終わりだな。血？こっち行ける。ください。どうもご視聴ありがとうございました。
バイバーイ。